今日のハンチタイムはこれ、ポテトチップスモンスターガーリック味ガオーよー。時刻は3時を回りました。3時といえばマンチタイム。ふー、マンチとは英語でムシャムシャとかモグモグといった意味があります。なのでマンチタイムはムシャムシャモグモグタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつはこれ、ポテトチップスモンスターガーリック味。チン。さあ皆さん、今週末はハロウィーンです。わさビーフなどで知られる山吉製菓からハロウィーン映えしそうなポテトチップスモンスターガーリック味がセブンイレブン限定で発売されています。その名前の通り、ニンニク強めなガーリック味。通常ポテトチップスのパッケージといえば、袋の上の部分、少しギザギザした端を開けますが、こちらは袋の表面いっぱいにオレンジ色のかぼちゃのモンスターの顔がデザインされていて、そのモンスターの口の部分を開ける、いわゆる縦開きスタイルです。なので袋の開け方を変えることでモンスターの表情も楽しめるとのこと。では今日のおやつ、山吉製菓ポテトチップスモンスターガーリック味、いただきます。すごい可愛いんですよこれね。もう袋買いしたいですね。袋買い合ってる。袋を見て買いたくなる。緊張するな。裏にですね、3パターン、欲張りモンスターか、おちょぼ口モンスターか、食べきれないモンスター、いろんな開け方が載っていますが、ここはやっぱり欲張りモンスターの開け方でいきましょう。よし、開けちゃいます。よっ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 。あーすごい、鼻にニンニクが直撃しました。すごい、いやー欲張っていきたいです。さあ、ではいただきます。すごいニンニク、わかる、わかんない、鼻詰まってんじゃない。ではいただきます。おー、ニンニク、ニンニクだこれは。もうね、パンチがすごいですね。うわー、これはこの後キスできないわ。マシュマ、もうね、あのニンニクチップスあるじゃないですか、あれ食べてるみたい。めっちゃ美味しい。これはあのハロウィンパーティーとかね、今週末いいかもしれないですね。いたずら、あ、間違えた。なんだっけ、お菓子くれないといたずらしちゃうぞ。ごちそうさまでした。マンチタイム、今日は山吉製菓ポテトチップスモンスターガーリック味いただきました。またこの動画は ZIPFM の YouTube チャンネルにアップしますので、ぜひご覧ください。 ZIPFM 77.8